前さ、マリカ杯の時、なんでかわかんないんだけど、なんか、まゆずみさん含めた、なんか、何人かの先輩たちと話す機会があって、まゆずみさんとかと話した時に、マリカ杯があって、私、マリカ苦手じゃん。そう。で、7月マリカスタートだったかな？確か、その間で、なんか、普通に苦手だから、なんか、でもマジで下手なゲームやるの嫌なんすよねって。私マジでそこそこできるゲームしか配信してきてなかったから、マジでやりたくなくて指示中がもうポケモンエーペックスで心が廃れた後だから指示中嫌だったんよマジで。そう、もう絶対来る指示中ってもう嫌だ、やりたくない。いやでもせっかくの箱のイベントだし、もう出るってやっちゃったしどうしようかな、でも絶対下手だもんなってやってた時に、なんかめずみさんに、いや奈良かもっと頑張るところを見せてもいいと思うよって言われて、そうマリカの配信撮ってみたんだよね。その練習する配信、もちろんねやばいやついっぱい湧いたすけど、もうねモデレーター雇って全部消してもらったなんか別に努力ってかっこ悪くないよって言われて、まあそっか、かっこ悪くないのかって、それがあったから CR カップとかも出ようと思ったし、そうだからめちゃめちゃね、まゆずみさんが引退してしまうのは悲しいところがある。そう、マジでいいお兄さんだよ。すごい後輩気にかけてくれるんだよね、まゆずみさん。奈良か以外の後輩もめっちゃ助けられてたと思うよ。そう、だから奈良かが配信で泣いたりとか喜んだりする、いや喜ぶはさすがにしてたけど、なんか泣いたりするようになったのまゆずみさんのおかげかもね。めちゃめちゃ一人で勝手に泣くタイプだったから、マジ面倒見いいお兄さんだった。お世話うまい。努力してるの煽るの好き。お前みたいなやつがいるから配信で努力するの見せたくなくなんだよ、悔い改めろマジで悔い改めろ。お前いい話の後になんてやつ出てきてんだ